今回財務次官によるセクシャルハラスメントの事件が明らかになりました。残念ながら取材先や所属する組織内でのセクシャルハラスメントは未だに存在しています。これまでジャーナリズムに携わる多くの女性たちが恥ずかしいとか取材先との関係が壊れるんじゃないかとか、そういうことを心配してなかなか声を上げてこられませんでした。私たち自身が声なき声の当事者だったんです。私たちメディアで働く女性は今回の女性記者による告発に勇気づけられるとともに、今こそセクシャルハラスメントを含むありとあらゆる人権侵害をなくす時だと決意を固めています。私たちはここにジャーナリズムに携わる女性の職能集団としてメディアで働く女性ネットワークを立ち上げました。メディアで働く女性たちがそれぞれの能力を最大限に発揮して、政治や経済、文化などあらゆる分野で活発に報道していくことは、多様な視点を社会に提供し、女性だけでなくあらゆる人が生きやすい社会を作ることにつながります。で、私たちは今回4通の要望書を作りました。相手方はテレビ朝日、麻生財務省、安倍首相、野田大臣です。麻生大臣に対しては、今回のセクシャルハラスメント事件が起きた後の対応が非常に問題が多かったと私たちは思っています。麻生大臣自ら前次官によるセクシャルハラスメントについて被害者に真摯に謝罪すること、およびセクシャルハラスメントを矮小化し被害者に二次被害を与える度重なる発言の撤回と謝罪を求めます。また麻生大臣は自らセクシャルハラスメントの研修を受けてください。ほんの数日なんですけれども、仲間のメンバーの仲間から自分の声を届けたいということで、被害の実態も合わせて自分の意見を書いてもらいたいということで、リレートークということで、紙の上でですね、市場リレートークとして声を集めました。紹介させていただきたいと思います。自治体幹部に無理やりキスをされました。警察署長との懇談会をたった一度別の仕事で断ったら、二度と会見に呼ばないと脅されました。地方議員に口説かれ、断ったら翌日から取材拒否に遭いました。県庁幹部にチークダンスを強要されました。長い記者生活の中で様々なセクハラに遭ってきましたが、どれも誰にも打ち明けていません。会社では男性の同僚が、女は寝てネタを取れるからいいと話していますし、男性の先輩には私が気に入られれば仕事がしやすいと言われてきたからです。この仕事に就くことに反対した家族にも言えませんでしたし、女性の先輩にはあなたに隙があるからだと言われるのではないかと思い相談できませんでした。けれどある日、我慢できずに一人の女性先輩に打ち明けました。誰よりも強く、社内でも戦っているような先輩でしたが、私と同じような目に遭っていたと知り、愕然としました。彼女は自分の尊厳を傷つけた相手からの取材などしなくていいと言って、そう言ったただ一人の記者でした。一体何年、何十年もこの呪いを続けるのか、もうそろそろ終わりにしましょう。私に続く女性記者にはこんな思いをさせたくありません。そのために声を上げます。ネットワークの収集書にも書いてあるんですけれども、設立収集書にも書いてあるんですけれども、やはり自分たちがその社会を変え、声なき声を代弁していくために報道の業界に入ったわけなんですけれども、そこの中で自分たちこそが本当に声なき声である当事者だったんだということを今私たちすごく気づかされていて、そういったことに、共に共有して、認識と共有認識として今思っています。これが、まず第一歩だと思うんですけれども、これからまた活動していく中で、女性が働きやすい環境を作っていければと思っています。